今回はバルケッタのオリジナルのコンパウンド鏡面仕上げの極み、こちらの使い方を今からお見せいたします。こちらのコンパウンドの成分にはアルミナという超微粒子が入ってまして、その粉を研ぎ出しすることによって潰れていきます。研磨力はあるんですが、粉が潰れることによって傷が残りにくい、このようなコンパウンドになっています。で、使うコンパウンドはこちらの極みとこちらの1万番手輝くコンパウンド、この2種類だけで仕上げていきます。最後にポリマーのポリピカをこちらを塗って仕上げます。それではテストする模型がこちらです。この模型もだいぶ前に作った模型ですね。それではまずこちらに、これ紙やすりの2000番です。この辺に書きます。一部こんな感じでやっています。それでは、極みを使うのにこちらはサラサラ状態なので、布を使うと全部染み込んでしまいます。それなので、極みはラップを使います。ラップを指に巻いて水溶きをするように指先で磨いていきます。こちらは沈殿してますので、よく混ぜて攪拌してください。それでは極みを垂らします。で、指先で結構強めにやっても大丈夫です。最初はコンパウンド極みと輝きコンパウンド1万番手、この2種類だけで傷が全てきれいに取れます。極みを使って輝きコンパウンド、この繰り返しになります。一旦こちらで次に輝きコンパウンド、こちらをつけます。こちらは布を使っていきます。この2種類のコンパウンドを交互に使っていきます。もう一度こちら極みに戻ります。これで2回目です。だいたい4回ぐらい同じような工程を繰り返してください。研磨力は強いんですけども、意外に下地を出すまでのそのような粗いコンパウンドではないので、使ってみると意外と使いやすい、そのようなコンパウンドです。今まだ力結構入れてます。一旦拭き取ります。じゃあもう一度輝きコンパウンドをつけます。今までにいろんなコンパウンドを使ってきましたけども、この2つだけで傷が全て取れるので、
取り出しがすごく楽になりました。これは2回目の状態です。まだ傷があるので、じゃあこれで3回目に行きます。アルミナというものはもともとガリガリ削るような素材なんですけども、この素材を超微粒子にして、でこの液体の中に混ぜています。アルミナの粉をこのような使い方ってあまりないようなんですが、まあ、今回初めて模型用に使ってみました。古い模型をもう一度取り出してみたり、ミニカーとか少し肌がざらついた模型なんかはこのコンパウンド極みで使うと綺麗になると思います。これは今3回目です。実際こんな感じです。じゃあ最後もう一回だけいきます。もうほとんど傷は取れてますんで、ちょっと多めにいきましょう。この次で、輝くコンパウンドを使って終わりです。2000番の傷って意外と取れないんですよね、コンパウンドでやっても。実際私も正直驚いてるんですけども、本当に綺麗に取れます。もう一度こちらのコンパウンドを使って、最後はポリマーを塗ります。もう先ほどの2000番の傷はほとんどありません。で仕上げにこちらです。垂らして軽く磨きます。で完成です。感じが分かりますか？比較的簡単なので、これから皆さんも取り出した時はぜひこちらのコンパウンド極みを使ってみてください。